日田川バス転落事故は、1968年8月18日未明、岐阜県加茂郡白川町がの国道41号において、生じた土砂災害によるバス事故である。名古屋市内から乗り倉だけへ向かっていった観光バス15台の、うち、岡崎観光自動車所有の2台のバスが、集中豪雨に伴う土石流に巻き込まれて、増水していた日田川に転落し、 乗員、乗客107人のうち104人が死亡した。日本のバス事故市場における最悪の事故となった。以下、時刻は全て24時間表記とする。国道41号のキロポストの数値は事故当時を基準とする。概略については後日の時系列表を参照のこと。犠牲となった観光バスの乗客は名古屋市で団地の主婦を対象に。 無料新聞を発刊していた株式会社奥様ジャーナルが主催し、名鉄観光サービスが協賛した海抜3000メートルのリりラ運上大パーティというツアーの参加者だった。お盆休みの週末という日程と、ノリりラだけからのご来光や北アルプスのパノラマ、小京都と懸連された日田高山の観光を手軽に楽しめる家族旅行向けの企画ということもあり、 申し込み数は主催者側の予想を上回り、名古屋市内の団地を中心に750人以上が参加した。この結果、貸し切りバスは依頼を受けた岡崎観光自動車だけでは台数を調達しきれず、名古屋鉄道系列の同業他社3社にも応援が要請され、合計4社からバスが手配された。確定した予定では、名古屋市内の 各団地に割り当てられた各車両が集合場所で予約客を拾い愛知県犬山市の成田山名古屋別院外商事駐車場に二十一時三十分に全車が集合し休憩の後二十二時に出発その後岐阜県に入って飛騨川の日本ライン沿いに国道四十一号を北進し美野大田高山平家を経由して翌朝四時三十分に標高三千メートル 近いノリクラスカイライン畳平でご来光を迎え、夕方に犬山へ戻り、各団地ごとに解散という旅程だった。車中泊を含むとはいえ片道 160km の工程で、中京地区のベテランの運転手たちにとっては定番コースとも言うべき通り慣れた道だった。現場付近の国道41号。事故当時と道路幅はあまり変わっていない。 山側も谷側も切り立っており、落石の危険がある道路でもある。8月17日の名古屋市周辺は、日本海を時速50キロメートルで北上する台風7号の影響で、朝からにわか雨の降る、ぐずついた天気だった。岐阜地方気象台は8時30分に、大雨、洪水、雷雨注意報を発表していたが、午後に入って、小降りになり、場所によっては、 晴れ間も見えてきたので、レーダー観測とも照らし合わせ、17時15分に注意報を解除する。その後19時前に放送された天気予報は、岐阜県の天気は回復し、翌朝は晴れる見込みだと報じた。実際に、翌朝の岐阜市内は晴天だったが、当時は気象衛星による観測が短所についたばかりで、重大な気象の変化までは把握しきれなかった。 北海道西側の沖合 400km まで進んだ台風7号は勢力を落として温帯低気圧となった。しかし大陸に横たわる冷たい空気との間で生じた寒冷前線が東北地方から北陸、近畿を経て九州付近に伸び、それに向かって太平洋上の高気圧から暖かい湿った空気が湿熱の形で入り込んだため、 夜に入って、岐阜県中部上空の大気は非常に不安定な状態となり、分水嶺南側を中心に直径数キロメートル程度の局地的かつ濃密な積乱雲が多数発生し始める。これを捉えた富士山レーダーからの連絡を受け、気象台は20時に雷雨注意報を発表し、22時30分には大雨、洪水警報に切り替えた。事実、 岐阜県内では、郡上郡南村で1時間雨量114ミリ、白川町三河小学校で100ミリ、そして奥美野で149ミリの猛烈な雨が、降るというように、過去の記録を大きく上回る集中豪雨となる。このため、日付が変わる前後から、高山本線上浅尾駅白川口駅での線路崩落が発生するなど、岐阜県内各地で家屋の浸水や土砂崩れなど被害が、 続出する一方、ツアーを主催する奥様ジャーナル社長は、標高の高い地点に観光客を誘導するだけに、台風の動きを気にしていたが、19時の予報を岐阜の気象台に電話で問い合わせた上で、予定通りツアーを決行した。しかし、1時間後の20時に発表された注意報、さらに22時30分の警報は把握できなかった。注意報が解除されたのは、 17時15分から20時までの2時間45分に過ぎなかった。当時はリアルタイムに気象情報を把握することは不可能であった。ツアーの一行は主催者の奥様ジャーナル社長らが乗った1号車を先頭に16号車まで15台の車列を連ねて22時10分頃に犬山を出発した。乗客725名、主催者、運転手、 名鉄観光サービスの添乗員ら48名の合わせて773名という大規模なツアーだった。しかし、出発直後から雨が降り出し、警報が出た22時30分頃に、三ノカモを通過したあたりから激しい雷雨に遭遇したが、23時33分には最初の休憩地である、マスダ金山町の 76.5km 地点にあるモーテルヒ田に、 ほぼ予定通り到着する。運転手たちにとって分かって知ったる道で、悪天候でも問題なく走れた。ここまでの工程はほぼ予定通りだった。しかし、毎時50ミリ以上という猛烈な豪雨に加え、前方の中山七里の入り口にあたる 78km 地点付近で、土砂崩れが発生しているなど、道路状況が悪いとの情報が、対向車から入ってきたので、 主催者と添乗員及び運転手たちが協議した結果、これ以上の運行を断念して、ツアーを一週間後に延期することとし、各号車は出発地まで引き返すことが決定された。つまり、目的地までは、さらなる道路状況の悪化が予想されるため、通過してきたばかりの道路を引き返し、乗客を車中泊ではなく帰宅させるという判断だった。しかし、 結果的には最悪の危険地帯に、進路変更する判断となった。日付が変わり、8月18日の0時5分、岡崎観光自動車に所属する1号車から7号車を、第1グループ、別会社の混成である8号車から16号車を、第2グループとし、15台のバスは、激しさを増した雷雨の中で、名古屋への帰路に着いた。同18分には、 10キロメートルほど先の白川口駅付近にある、非線橋を5号車が通過したが、ここで運転手が、日田川の水位を警戒していた、白川町消防団、第2分団に呼び止められ、前方は、一水や落石の危険があるとして、運転見合わせを勧告される。しかし、まだ通行規制は敷かれていない上、1.2、3号車は、すでに橋を通過していたため追尾することとし、 6号車と7号車も、これに続いた。一方、やや遅れて走ってきた8号車を先頭とする、第2グループは、この消防団の警告に応じて、白川口駅前広場で待機し、深夜の豪雨をやり過ごした。その後、橋を渡った第1グループは、直後の65.25キロメートル地点で、小規模な崩落現場に遭遇する。運転手と添乗員がずぶ濡れになりながら、土砂を、 スコップで除去し、ようやく土砂を除去して、運行を再開させた。しかし、上浅尾ダムを過ぎ、1トルほど進んだ6 4 1 7トル地点で、大規模な崩落が生じて道路が完全に寸断されていたため、結局のところ、第一グループも白川口駅まで2トルほど戻ることにした。ところが、後方で木材を積載した大型トラックが、 左車線を塞ぐ形で身動きが取れなくなっており、また大型バスでは展開不能な道幅であったため、やむなく1から3号車は右車線をバックしながら移動を開始した。その結果、5号車が先頭に出る形となったものの、1時35分頃には約600メートル後方の64.8キロメートル地点でも土砂崩れが発生した。これにより、 6台のバスは完全に道路の前後を塞がれ立ち往生となった。雷鳴と稲光が続く中、各号車の補助運転手は車外に出てヘッドライトを外し、崖を照射して鉄砲水の警戒に当たった。また、後方の様子を伝えるために3号車の運転手が先頭の5号車に向かい、6号車の運転手も対策を協議するため7号車に移動など、 危険回避に向けた取り組みが着手される。神浅尾発電所。ここから事故の第一報が伝えられた。立ち往生から40分ほど経った2時11分、64.3km 地点で高さ 100m、幅 30m にわたる巨大な土砂崩れが発生した。ダンプカーにして約250台分の土石流が急斜面を滑り落ちて5、6、7号車を直撃し、 7号車は1メートルほど横滑りしながらもガードレールに抑えられたが、5号車と6号車は15メートル下の増水した日田がへ、え、ゆっくり転落していった。乗務員たちが混乱する傍らで、立ち往生の車内で就寝している乗客も多かったが、予期せぬ大音響と振動で、各号車の車内は総立ちとなり、特に第三次を目の当たりにした7号車は、騒然となった。 奇跡的に生還した5号車の運転手は転落の瞬間に車内の子供たちが挙げた、ああ、という叫び声が耳から離れないと証言している。6号車の運転手は7号車から自社の最後を目撃し、5号車にいた3号車の運転手は消息を絶った。難を免れた運転手と添乗員たちは乗客を車外に誘導して安全確保に努め、 このうち4人が救助を求めるため、複数の崩落現場をくぐり抜け、対岸にある上浅尾ダム見張り所に向かった。見張り所で到着に当たっていた発電所員は4人の要請を受け、直ちに通信線でダム本部に連絡するとともに、二次災害を防ぐために、消防団員とともに、残りの乗員、乗客や一般ドライバーたちを誘導し、見張り所や水門機械室。 資材倉庫に避難させた。一報を受けた、上朝小田武経由で、岐阜県警加茂警察署に通報が届いたのは、転落から3時間29分が経過した5時40分だった。事故は、朝のニュースで全国に速報され、世間の関心は、左側に集中した。秘密を切り立った断崖が、両岸に迫り、捜索隊の救助活動を苦しめた。 事故地点から約900メートル上流にある上浅尾ダム。水位例作戦の前線司令部となった。上浅尾ダムの上流にある桜ダム。水位例作戦において役割を担った。秘密湖。貯水をすべて放流し捜索活動が行われた。通報を受け、加茂警察署他4警察署機動隊、各地域の消防団、さらには陸上自衛隊、 第35普通科連隊などが岐阜県から災害派遣要請を受けて救助活動に当たるなど捜索活動を側面支援した。しかし現場は日が木曽川国定公園にも指定されている名称秘密橋の上流部にあたり両岸が深く険しく切り立った峡谷を形成していた。100名を超す乗員、乗客の安否はもちろん車体すら発見できなかったが、 事故翌日の8月19日10時30分頃、転落現場から約300メートル下流で5号車がタイヤを上に押し潰された状態で発見され、砂だらけの車内から3名の子供の遺体が収容された。この他転落現場周辺で23名の遺体が発見されたが、6号車や他の行方不明者は発見できなかった。普段から日田川は、 日本有数の急流として知られるが、豪雨に伴う激しい流れにより救助活動は難航する。しかし、行方不明者の家族は早急な車体回収と引き上げ、要請を行った。これに応じて、上流にあるラダムも活用して、上朝尾ダムの放流を停止し、水が引いたわずかな時間を利用して、まだ発見されていない6号車の捜索を行わせることになる。 神浅尾ダム直下の飛騨川の水位をゼロにするということから、水位例作戦と名付けられた。この作戦は、上流の桜発電所が発電をしている限りは、桜ダムの満水到達時刻を遅らせられること、桜ダムから上浅尾ダム間の飛騨川は、蛇行を繰り返すため洪水到達時間までおよそ1時間かかること、神浅尾ダムのゲートが莫大な水圧に耐えられる、 構造であるために可能な作戦だった。しかし、上流で雨が降ればこの作戦は遂行できない。水入例作戦は21日深夜、県、警察、消防、自衛隊との合同連絡会議において提案され、翌22日朝8時をもって決行されることになった。これに先立って、バスを引き上げる重機を操作するため陸上自衛隊、豊川中ンチから、 重車両部隊が、また、水中の捜索に対応するため海上自衛隊、横須賀基地の潜水部隊が招集され、夜を徹して現場に急行した。朝8時、上流部で降雨がないことを確認し、作戦が始まった。以下に、作戦の概要を時系列で記載する。このゲート全閉によって、ダム直下流の飛騨川は、流量がゼロとなって、ため池のような状態になった。そして、 六号車が転落地点から900メートル下流の川底にて、半分砂に渦漏れ岩に引っかかった状態で見つかった。30分後の10時30分、ダム湖が満水になり危険な状態となったため、捜索隊全員に退避命令を下し、再度上浅尾ダムは放流を始めた。上浅尾ダムは中部電力の発電専用ダムであり、洪水調節機能は持たない。 しかも1926年完成と当時でも古いダムである上、総貯水容量はわずか24万トンしかなく、豪雨時にはいつもゲートを全開にしていた。黒倉川水難事故の際にも取り沙汰されたが、洪水調節機能がなく貯水容量の少ないダムの場合、増水時におけるゲート閉鎖はダム本体の決壊という重大な影響を及ぼす可能性がある。しかし、 この事故に際しては緊急事態であったこと、もはや生存者の発見は絶望的とはいえ、あくまで可能性がある人命救助のためという考え方による異例の緊急措置として行われ、難航する捜索活動に大きく貢献した。水移例作戦は翌8月23日と24日にも再度実施され、ようやく6号車の引き上げに成功する。しかし、車体は 服の地に折れ曲がり屋根や座席なども見る影もなく5号車よりもさらに無残な状態で子供の一遺体が発見されただけだったこの車体の破損状況から濁流による水圧がどれほど凄まじいものだったかを改めて捜索隊に見せつけた過労じて残っていた一体以外の遺体が全て流されていたためさらに下流の捜索が必要となり今度は 川辺ダムの人造湖である秘密湖にまで捜索範囲を拡大し、川辺ダムの貯水を全放流して湖を空にした。これは1937年に川辺ダムが完成して以来初の試みである。こうして空になった秘密湖に捜索隊約1000名が入って捜索を開始した。行方不明者は全て飛騨川に投げ出されており、事故の翌日には 地下半島にまで遺体が漂着したため、捜索は下流の広い範囲にまで拡大された。最終的には、陸上、海上、航空自衛隊員9141名をはじめ、警察、消防、バス会社、名鉄グループの関係者など、9月15日までに延べ36,683名、車両262台、ヘリコプター9機、 戦定888隻などが投入され、9月16日からは1日平均250名の規模で日田川、木曽川、さらには伊勢湾まで1ヶ月以上にわたり、捜索が続けられたが、難航する。魚が遺体を食っているという根拠のない風評被害で、伊勢湾の漁業者が打撃を受けるほどだった。多くの遺体は堆積した土砂に渦漏れており、重機で救っては、 消防車の高圧放水で洗い流すという装置まで取られたが、最終的には9名の遺体が未回収となっている。収容された遺体も腕だけが発見されたりするなど航空機事故さながらに損傷が激しく DNA 鑑定のない時代でもあり身元特定は困難を極め取り違えによるトラブルまで起きた。結局、2台のバスに乗っていた3歳から69歳の乗員、 乗客107名のうち104名が犠牲になるというバス事故及び交通事故史上最悪の惨事となり死亡率もほぼ100%と前代未聞のものとなった。3名の生存者は5号車の運転手と同じく5号車の添乗員、家族4人でツアーに参加していた男子中学生でいずれも転落の途中に割れた窓から車外に投げ出されたことで立ち木などに引っかかり 奇跡的に生還している。助かった、中学生は、当時広行住宅に両親と姉と共に住んでおり、家族全員をこの事故で失ったが、祖母や親戚の支えがあり、後に大学に進学している。乗客は、広行住宅、中田住宅、千佐東住宅、若水住宅、引山住宅、天神下住宅の団地住民で、家族向けのツアーだったことから、 4家族が一家全滅となった。そのうち中日新聞の社員一家を除いた市営引山住宅の3家族はいずれも9万州からの引き上げ者だった。なお生還した中学生と同い年であった別の団地住民の少年は家族全員をこの事故で失い事故から4年後の1972年6月に孤独感から自殺している。この事故は 戦後の混乱が収まり、高度経済成長の中で、ようやく家族で旅行を楽しめるようになった本格的、旅行ブームの中での大惨事だった。産経新聞の記者が伝えたエピソードに次のようなものがある。この男性のように、家族を全て失った人は少なくない。広行住宅に住んでいたツアー主催の奥様ジャーナル社長も、5号車に乗っていた妻と長男を失い、 なおかつ第三次の当事者として、被告人として法廷に立つこととなる。21世紀となってもなお、集中豪雨は降水量の正確な予報を出すことは難しい。また前述の通り、当時は気象警報の発表をリアルタイムで知ることが困難だった。ただし、口述するように遺族らが訴訟を起こしたことからもわかる通り、国道の危険箇所に対する行政の対応は、 万全とは言えなかった。生存した運転手たちは、地元消防団の警告無視などを理由に、業務上過失致死の容疑があるとして、書類送検されたが、岐阜地裁は1972年に、運転手の判断に誤りはあったものの災害回避に、全力を尽くしたなどの理由により、無罪の判決を言い渡した。さらに主催者、奥様ジャーナル社長の状況判断も裁判で、問われたが、 過失の認定はされず、これも無罪となった。偶発的な誤った判断に伴う人災に悪い偶然が重なるという自然災害によってもたらされる第三次にありがちな悲劇だったと言える。岐阜県警察本部の調査では、この事故の発生については全く異常な天然現象によるものと判断され、道路、山地等の管理者の責任は見出せないと発表している。 最悪の時期、最悪の天候、最悪の状況の場所にバスを位置させたことが重なり、当時の通信元から状況変化の察知は不可能と考えられる。事故発生に伴い、その責任の所在について、岐阜県警察本部では、あらゆる方面の調査を行ったが、この事故の発生については全く異常な天然現象によるものと判断され、道路、 産地等の管理者の責任は見出せないと発表している。ただ最悪の時期、最悪の天候、最悪の状況の場所にバスを位置させたことは、計画の慎重さの度合い、バスの発進の決定をする時の状況判断の甘さ等は指摘されても仕方がないようにも思われるが、何しろ異常な気象の変化、バスの通過場所が町から離れた山岳部のまた田中である等の状況からして、 現時の通信網等からして、気象とか地形とかの状況の変化の察知は不可能と言ってもよく、この点から将来の工夫は考えられても、今度の場合は不可能の文字が大きく浮かび上がらざるを得ないであろう。尾崎宮部厚史、伊藤昭彦、8.17号災害及びバス、転落事故について、転津しラギクの等、事故現場付近の国道41号沿いに、 混流された。1969年8月18日、一周期を迎えて、事故現場から約300メートル下流の国道を41号脇に、異例のため、天津白菊の塔が混流された。大事は、当時の内閣総理大臣であった佐藤栄作による。塔の横にある石碑には次の通り記されている。 天津白菊の党内閣総理大臣、佐藤栄作金書赤梨逆転台風7号昭和43年8月18日未明最下の、尊霊遭ナンバス104名地元災害14名天津とは、宇宙の根源なり、ここにいます三玉を忍びつつ死んで白菊を捧ぐ、岐阜県知事、平野三郎この党は、全国の善意と常在によりて混流せり昭和44年8月18日、 岐阜県白川町日田川バス事故遺族会また、天津白木区の塔の由一書には次の通り記されている。昭和43年8月18日午前2時11分、この上流約300メートルの国道41号線上で、折からの集中豪雨を避難していた観光バス2両が、山上から流出落下してきた土石流に押し流され学流渦巻飛騨川に転落水没し、 一瞬にして、乗客、乗務員104名の尊名が奪われるという一大惨事が発生しました。しかも、この中濃地方で時を同じくして災害のため14名の犠牲者が出ました。同年8月17日夜半から18日未明に渡り、突如として襲った異常にして激甚なる集中豪雨による災禍はまさにこの地方の機能を麻痺せしめ、 各所に悲惨な被害と事故を引き起こしたものでありました。この塔は、全国に常在を求めもろもろの善意を結集し、混流したもので遭難現場の転身に奉公される、最下犠牲者118名の御霊を忍び、格のごとき惨事の再び繰り返されないよう、永遠の平穏を記念せんとするものであります。大自然の環境と共にある、この聖地が、 いつまでも正常に皆様のより美しい善意によって守護されることを希求してやみません。合唱昭和44年8月18日立ての岐阜県鴨郡白川町日田川バス事故遺族会、偶然にもこの日に現場から1キロメートル下流の河原で白骨化した男性の遺体が発見された。乗客で唯一の生存者である中学生は以下のような追悼文を朗読している。 お母さん、私は昨日も夢の中でお母さんに会いました。お星様の中からお母さんの優しい顔が私を見つめていたのです。いくら呼んでもお母さんは返事をしてくれません。悲しくなって目を覚ますと私の顔は涙に濡れていました。でも今日亡くなった人たちのお家ができました。皆さん仲良く暮らしてください。二度とこのようなことがないように 塔の中からしっかり見守っていてください。現場近くの神浅尾発電所員により、毎月清掃活動が続けられている。なお、慰霊祭は、毎年明日である8月18日に、天津白菊の塔で行われてきたが、遺族たちも高齢化し、2002年に実施された33回期を、期に遺族会は解散した。事故から40年目にあたる2008年8月18日に、 慰霊祭が白川町部協会の主催で実施され、遺族の他白川町長、町会議員など約60人が参列している。その際、2006年に死去した遺族会会長の息子により、かつてバス会社社長から遺族会に送られたブロンズ製の母子観音像が初めて会場に安置された。事故の責任をめぐり、不可抗力の天才か、主催者及び旅行会社、 バス会社の判断ミスによる人災化が争点となった。当時、第二次、佐藤内閣の内閣総理大臣であった佐藤栄作は、事故発生を知ると、その翌日には対策に乗り出し、寄付バス事故対策連絡会を内閣に設置した。その上で、道路管理には、過失がないことを前提にした上で、自動車損害賠償責任保険の適用を軸とした、遺族保証が可能かどうかを、 関係省庁に検討させた。だが、現地を調査した損害保険会社調査団や刑事責任の有無について、現場検証を行った岐阜県警は、事故の原因となった崖崩れは、不可抗力であり、バス会社への業務上過失致死傷罪は問えず、自賠責保険は、無責として、支払いの対象外であるとの認識が下された。この岐阜県警の判断は9月26日に、 国家公安委員会が追認している。また、岐阜地方検察庁も不寄所とした。しかし、佐藤内閣は、交通行政の主務官庁である、運輸省に命じて、独自の調査を行う。その結果、当時の運輸大臣であった、中曽根康弘は10月11日に見解をまとめて、閣議で報告した。その内容は、自賠責法第三条における、 完全無責の条件は、業務上の過失がないことを完全に証明できた場合にのみ適用されるが、日田川バス転落事故の場合は、運転を行った岡崎観光自動車が、事故発生を未然に防ぐための注意義務に欠けていたため、業務上過失責任は立証されると解釈し、自賠責の対象とするべきであるとの結論であった。この運輸省による結論は、閣議で承認され、 4日後の10月15日より、特例での自賠責保険支払いが殉職した、運転手を除く、全遺族に支払われることとなった。この一件は、後に、道路施設賠償責任保険が誕生する契機にも、なる。一方、遺族は10月に、日田川バス事故遺族会を結成し、天候が不順であるにもかかわらずツアーを結行した、主催者の奥様ジャーナルと講演の、 名鉄観光サービス及び運転を担当した岡崎観光自動車の3社に対して損害賠償を求めた。交渉は半年近くに及んだが、翌1969年3月9日、総額4090万円での保証案に合意し、時短が成立した。しかしながら国が当初から道路管理は適正と主張していたことに対して不満を持っていた遺族会は、 国道41号の整備が不良であるために起きた人災であるとして国の国道管理に対する責任を問うため一周期に合わせて開かれた遺族会において訴訟を行うことを満場一致で採択し総額6億5000万円の国家賠償を求める訴訟を名古屋地方裁判所に起こした名古屋地裁は1973年3月30日の 第一審判決において、国の過失6割、不可抗力4割と認定して、約9300万円の賠償を国に求める判決を下したが、原告の遺族会はこれを不服として控訴した。1974年11月20日の名古屋高等裁判所の控訴審判決は、土石流を防止することは、当時の科学技術の水準では困難であったとして、 道路自体の欠陥は否定しながらも、事故現場付近で斜面崩壊が起きる危険性は予測可能であったとし、通行禁止などの措置を取らなかったことを可視と認めるなど、原告側主張を全面的に認め、国に約4億円の支払いを命じている。国側は上告せず、判決が確定した。 この事故は多くの教訓を残したが、特に異常気象発生時における国道の防災体制が整備される契機となった。事故の翌月には全国の国道で総点検が実施されていたが、これは後に道路防災点検として制度化され、5年ごとに実施されるようになる。また雨量に基づく事前通行規制も制度化され、一定量以上の降水量が記録された場合には、 ゲートを閉じて国道を通行止めにする対策が取られるようになった。この道路管理者による無料通行規制は現在は国道だけではなく都道府県道などすべての道路において沿線に常住人口がいない山岳部の区間で実施されている。この事故を契機に道路交通情報を集約し告知する必要性が認識され1970年1月に 警察庁と当時の建設省の認可のもと、日本道路交通情報センターが発足した。現場の国道41号は、連続雨量が150ミリを超えた場合、鴨郡群引き総庁中、麻生の上浅尾橋から白川町の白川口までが通行止めになると定められている。なお、この基準は道路役官により異なる。そういうこともあって、 日立方への道路交通事情を抜本的に改善をするため、1980年代以降、東海北陸自動車道の建設が急がれることになり、2008年までに全線が開通した。抜本的道路改良へ、現場付近の国道41号は、現在も事故当時と同じルートを通っており、たびたび土砂崩れ、落石、倒木等が発生している。 上記の雨量に基づく事前通行規制による通行止めによって人命に関わるような大事故は起きていないものの現場付近の上朝を規制区間の延べ通行止め時間は国道41号線の規制対象区間中最多となっているこのため平成30年度より転落事故現場を含む 6.2km 区間についてトンネル及び橋梁を用いた アイパス振動により付け替える改良が事業化された。この事業により、日高沿いを通る事故現場付近の道路は、トンネルに置き換えられる。なお、旧道場になる、天津白菊の塔は、振動の直近になる見込みである。この時の豪雨は、地元の人間にとっても普段の日ではなく凄まじい、ものであった。事故現場からほど近い国鉄高山本線の白、川口駅の到着助役は、 経験のないほどの豪雨に恐怖と不安を感じ、その豪雨の中やってきた岐阜駅発飛だ。金山駅行き下り普通列車に青信号を出さなかった。その決断は、事故前日22時31分である。列車が遅れており苛立つ乗客に詰め寄られても、ガンとして拒んだという。その後、常日の通り白川口駅付近での路盤崩壊が発見された。 そして駅から約300メートルと和紙原信号上より約1キロメートルの2カ所で土砂崩れが起きていた。また同じ頃、かゆせ駅でも当直助役が高山駅初見の大田駅行きのぼり普通列車の全等を心配し、一つ富山よりの日が金山駅に当該列車の抑止を依頼した直後、付近の様子を見に行った。 消防団員から、かゆせ駅付近での土砂崩れ発生の連絡を受けた。当時の高山本線はまだ CTC が運用されておらず、両方ともそのまま進行原時を出していれば大事故になっていたであろうと言われている。結果、高山本線の被害は土砂崩れ、浸水箇所の10箇所に上った。また、これらの行動で事故発生を防いだ白、川口、 下流清涼駅の到着助役には表彰状、消防団員には感謝状が名古屋鉄道管理局から送られた。なお、事故時点では CTC 整備中でその1ヶ月半後から監視がされており、白川口駅は白川町による簡易委託駅になっている。現場付近の高山本線は国道41号の対岸を通っているため事故当時の面影を 車窓から確認できる。天津白木区の塔の対岸はトンネルとなっているが、白川口駅から上浅尾駅に向かう列車より、左斜め前方を中止すると存在を確認できる。事故発生から半世紀となる2018年、事故当日に現場のすぐ近くで立ち往生していた他のバスの運転手だった名鉄の社員が、事故から20年後の1988年に書いた。 改装の手記が公表された。ありがとうございます。